はい、皆さんこんにちは、こんばんは。おはようございます。安須でございます。白血病と予防生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ですね、もうまたね、歯の詰め物が取れましたわ。もうね、怒りの感情と言いますか、それを通り越してですね、もうね、笑ってしまいますわね、ほんまにね。もう何回目かもね、数えたくないほどのね、回数ですよ。もう歯磨きガシャガシャガシャってしたらね、ポロッとね、取れたんですよ。それ今度はね、右上奥歯に詰めてた、あのやつがですね、普通に歯磨きしてたらポロってね、取れたんですよ。だからもう上からやからポロって落ちたんですよね。前回の銀歯のところなんじゃないんですよね。その前回の銀歯のところは右下奥歯なんですよね。でも今回は右上なんですよ。でそしていつも詰め物が取れたのは左下ですよ。もうね、もうほんまに笑うしかないでしょ。もう笑ってないでしょ。ほんでも取れたのがね、昨日なんですよね。昨日はそのスポーツの日でしょ、祝日でしょ。あの東京オリンピックのね、あの開会式にはその合わせてね、設けられた祝日、新しい祝日ですよね。まあその今年はね、そのえらいことが起こってますので、そのオリンピックはね、予定では来年に延期になってますけどもね。そのまあ国立競技場、昨日はその国立競技場ではですね、もうそれなりに、それにちなんでですね、そのセレモニー的な催し物っていうんですか、なんかやってましたよね。まあ、そんな中ね、その大変な中、そのね、気をつけてあげたり、その池江璃花子さんがね、我らが池江璃花子さんがですよ、ね、僕と同じ白血病、同じじゃないですか、また別の種類なんですけども、白血病でね、あの闘病されてはって、まあね、最近ちょっと復活しつつある池江璃花子さんがですね、その競技場の真ん中でね、なんかお話をされてましたよね。あの私もその白血病というね、その大きな病気をしたからよくわかります。思ってた未来がね、一夜にして別世界のようにね、変わる。それはとってもきつい経験でした。世界中のアスリートが勇気をもらっている全ての人のために、1年後の今日この場所でね、希望の炎が輝いてほしいと思いますとね、まあ、別に今みたいに大阪弁は言ってませんでしたけども、まあ、かっこよくね、世界に向けてね、そのメッセージをね、パッてこう送ってくれてましたよね。まあ、しかしね、そんな同じ日のね、同じ日本という国のね、その大阪にあるとあるね、町の片隅ではね、一人のおっさんがね、歯が抜けるというね、もうなんて間抜けなことなんでしょうね。もうほんまに同じ白血病やのにね、もうこうも違うかっていうね、まあ、一緒にしちゃダメなんですけどね、ほんまにね。その病気でね、その一緒にしちゃダメなんですけども、もうね、ほんまに笑わなしゃあないですわ、自分のことなんでね、ほんまにこんなことが起こってしまったかっていうのがね。まあ、この、ね、右上奥歯っていうのは、そのまあ、銀歯をね、その7月6日にやってもらったんで、その前に行った日やから、その1週間ぐらい、なんかまあ、6月の末ぐらいかな、その時に行って、歯医者でこの右上はやってもらったんですよ。虫歯の治療に行った時にね、埋めてもらったので、まあ、数えてみても4週間弱の、まあ大変短いね、時間しかね、持たなかったですね、やっぱりね。まあ先週のね、土曜日に行った緊急でね、急遽銀歯が外れた時に急遽行った時はまだ右上は順調やったんですよ。まあ、そして運悪くというかね、まあ、今は結果的には運が良かったことになってるんですけども、まあ、その土曜日っていうのは、まあ、僕の担当の先生が診察してない日なんですよ。なので、まあ、その日、その土曜日っていうのは、その別のね、先生がね、ピンチヒッターとして担当してくれるんですけども、まあ、担当してくれるんですけどもって、この振りはね、ピンチヒッターやからバッターの、例えなんですけども、ね、まあ、それはちょっと置いといてですね、まあ、それが運が良かったと言いますかね、まあ、そのことについては、まあ、その詳しくまた後で説明しますね。で、ほんでね、その先ほどから言ってますけども、その銀歯、右下奥歯の銀歯が取れて、まあ、そこをなんとか修復してもらおうと思って、その日は行ってきたんですよ。最近のその歯医者は行ってきたわけでございますよ。せやけども、その外れた銀歯の土台の歯が割れててですね、もう銀歯を乗せれなくなってしまっているので、修復不可能とね、診断されたわけですよ。
なんとも悲しい状況でしてね、まあ、とりあえず応急処置として、まあ、割れてしまってそのギザギザってしたりとか、そのガタ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 ってしてるそのまあ今 ねその割れてしまってた土台の刃の部分を、まあ、一応滑らかにしてもらえるように、まあ、コーティングというかカバーリングっていうんですかね、カバーリングをしてもらって、とりあえずはまあ大事にならずには済んでるんですよ、まあ、というかまあその銀歯が抜けてしまったというかことはもう大事なんですけどもね。でもまあちゃんと処理はねしてもらって、処置はしてもらってね、で本でついでにその左奥歯の爪も取れてたので一緒に詰めてもらいました。で本でその日のね、その外れてしまった銀歯の外れてしまったそのはまってたあの元々の歯をねカバーしてもらった素材っていうんですか、ああなんて言ってんやろな、その歯を ガタガタしてたところをきれいに滑らかにしてもらったところと、左下奥歯の、虫歯を埋めてもらった素材がですね、そのいつもの先生がやってくれる時にあの、まあ、詰めてくれてた素材っていうのとね、またその別の種類のやつなんですよ、多分そうなんで、多分別の種類なんですよ、まあ、聞いてないか分かんないんですけど、なんか別の種類な感じがするんですよね。ほんでまあそのいつもの担当の先生が詰めてくれてた時っていうのは、その、ね、帰りの車の中でもね、なんか口の中からポロ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 とね、その詰め物がね溶け出すというかね、削り出すというかね、まあその詰め物が何と言いましょうか、減少していくとも言っておきましょうかね、なんか少なくなっていったんですよ、帰りの車の中でも。そのねこのポロ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 削れ出してくるわけですから、口の中がその詰め物のカスがね溢れてくるわけですよ、口の中がね。なのでそれを口からティッシュにペッと出すでしょ、ほんなら白くて柔らかい粘土みたいな塊がねポロ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 出てくるんですわ。しかしね、先日行った時の別の先生、ピンチヒッターの先生だからやってもらくれた、右下奥歯の銀歯の応急処置と左下奥歯の詰め物はそんなことは起こらなくてですね、まあ、治療後30分したらちゃんとカチカチに固まってくれてて、こうボロ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 削れ出してくる、口からいっぱい出てくることもなくてですね、で今もなお頑丈な状態でしっかりとした状態でね、右も左も順調な日々を送っております。だからね、この前行った、先週行った時にやってもらったいつもと違う先生がしてくれた、そのまあ応急処置しかできなかったね、修復不可能やったけど、とりあえずはまあ頑丈な素材をね使ってもらったので、まあ、運が良かったと言っておきたいんですわ、僕の中でね。意味わかりますかね、いつもの担当の先生がやってくれた時はあのポロ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 ね詰め物が取れたんですけども、違う先生がやってくれた時っていうのは詰め物がポロ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 と出てこないんですよ。なのでこれはもう運が良かったとしか、ね、言いようがないんですよね。なんとなくね、その先生にやってくれたことが運が良かったと僕は言いたいんですよ。でもね、別にね、いつもの担当の先生が悪いと言ってるわけじゃないんですよ。もうはっきりとね、誤解を招かないようにはっきりと言っておきますけども、別にいつもの担当の先生が悪いとは言っておりません。むしろね、そのいつもの先生はね、その親身になって、まあ、細かくね、こと細かくね、その丁寧にね、施術をしてくれますし、ちゃんと話も聞いてくれるしね、体のことをね、病気のことをね、考えてくれてることなんですけども、詰め物をするときだけ、ね、虫歯の穴開いたところに詰め物をするときだけ、あの、なんでしょうね、いつもその詰め物がね、取れてしまうんですわ。ただただそれだけなんです。おかしなことが起こりますよね。なんでなんでしょうね。まあでもね、やっぱね、考えたらね、やっぱあのそれにはやっぱりね、その免疫抑制剤というね薬を飲んでるかためにですね、まあ、そういったことがね、その詰め物が取れてしまうし、免疫抑制剤のせいで虫歯が増えていく一方やから仕方ないんですわ。ね、銀歯がね取れてしまったのも、もともとね土台となっていたこっちのね右下の土台となっていた僕自身の歯が虫歯でボロボロになってしまっていたのがね、その免疫抑制剤の原因ですし、でしかもその銀歯が取れたところのね前後の歯もね、まあその銀歯側と言いますか、そのなんていうんですよね、まあ、これが銀歯やとしたら、まあ、こっちにくっついてる歯とこっちにくっついてる歯のこの両側面、密接して、隣接して、この触れ合ってた部分も、もうちょっとね、黒くなってて、削れてるようなんですけど、穴が開いてるんですよね。でもね、そこはね、虫歯になってしまってるんです。
でもこのままやったらね、その、まあ、まあ歯がなくなってしまうような気がしてなりませんね。もうほんまに嫌になりますわ。でもね、コメント欄でね、心の優しい方がね、やす大丈夫やで、歯はそう簡単になくなれへんからってね、コメントをくれてたことがね、あるんです。そんな優しいね、言葉をくれていた人が、ね、いてるんです。だからね、その言葉にね、希望を持っています。ちなみにね、次の歯医者っていうのは来週の月曜日なんですよ。ほんまに次の月曜日ですよ。今日が土曜日やから、日曜日その次やから、ほんまにそのあと2日後なんです。でさらにちなみになんですけども、何回ちなみにっていうねんね、僕ちなみにって多いですよね。まあでもほんまにそのちなみにですね、その月曜日っていうのはですね、その僕の口の中にまあ突如現れた粘液嚢胞の話、皆さん覚えてますか？粘液嚢胞っていうのを切除する日と決まってるんですよ。あ、粘液嚢胞っていうのは、あの唾液腺が破れて、あの発症するで、ね、水ぶくれでございます。なのでね、この粘液嚢胞の切除状がね、決まってるんですが、先生にこの右上の状態を見せたらね、ひょっとしたらこの右上の穴を埋める方がね、優先的になるかもしれませんね。まあ、そしてその粘液嚢胞は同時にせえへんと思いますので、まあ、そこはね、当日のお楽しみでございます。ということでですね、今日はね、この右上の治療をしたばっかりの右上の詰め物が取れたけども、もう何回も起こってることやから笑うしか知らなかったというお話でございました。今はね、まだね、とりあえず笑ってますけどもね、今ひょっとしたらね、そのうちね、笑えなくなる日が来るかもしれませんね。まあ、そんなことがありませんようにね、というかもう、ね、詰め物が取れませんようにね、願っています。まあ今日はそんな感じで以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。